れてる分はここで芝居ということですね。うん、あの初当たり結構取れてるんで、ちょっとこいつ行きたいと思います。あーダメだ。さあ5セット1012枚で終了。さあ1ゲーム目、お V 出た。はい、じゃあちょっと映ってまいりました2台目はこちら、オスバンジョ3、これ行ってみたいと思います。まあ、ちょっとね、迂闊な行動なんかもしれないですけども、割と初当たりが取れてると、でまあプラスイキヤっていう、ただそこだけで選ばせてもらいました。おい対決ベルカラスね、235ゲーム、マダラ勝利ディッシュやから、ジャックか、ジャック対決ですね。チャンスアップはなし今のところ、ベルも引けず。ドゴンはない。あー逆から、クソ圧ですよこれ俺の中で。あーでも、なんか変やぞ、でもだいぶ変なんですけど、僕の中でだいぶおかしいっすよ、こんなん当たってるでしょ。うわー、これはもうほぼもらいました。対決、いやもう対決ちょっと怖いんでね、対決行かずに当たってほしかった。次回はないんか、チャッピーで中対決、いやちょっと怖いな。演出だいぶ強かったけど、うわでもここ青や、あったあった、さすがにね、さすがにですよ。うん、心配してそうでした。はい、なんとか出玉持ち玉で当たりました。267ゲームですね、行きましょう。いただきジャーニーです。さあこっから伸ばしたら文句ないんですよ、誰もね、頑張りましょう。でループも取れてること、あの凱旋できっちりループ取れました。なのでこれもきっとループが取れてるはずです、信じましょう。前兆が来てますね、前兆が。はい、サキちゃん乗せるぞ、サキちゃん、バドミントンへ中対決ですね。さあベルよ、ベル、めっちゃリプレイ来るやん。遅いねん、遅いねん、遅いわ、ほうもうほんまに、くっそいかんか、ある、もう一回チャンスがある。俺に上乗せよ、乗るよ、はい、バドミントン弱対決。さあ、はいはいはい、チャンス、お弁当箱、させさせ、よっしゃ、はい、刺さりました。 OK、 いただきましたよ。 OK、 とりあえずこれで2連目はいただきました。 OK、 ナイスナイス、 OK、 いいです。はい、行きましょう。ただ豪大寺引っ張ってこようと思ったら、もう一回ちょっとストックしとかんとしんどいです。頑張れ俺、いやでも次に繋がるよ、次に繋がる、ラスト。さあ奇跡的にここで
ループストックがあったら最強なんやけど。あかん、射程や。いやー、チャンスアップない、あかんか。さすがにね。はい、ということで2セット197枚でした。ただもうすぐにあの対決も来るやろうし、まあ、引き戻しもある可能性があるんで、引き続きもうちょい打ってみましょう。諦めたらそこでしまいやしね。とにかくとりあえず引き戻せと。はい、先勝負じゃ。あかん、ちょっとこれはあかんわ、うん、あかん。 A タイプ行こう。 A タイプ行きます。ちょっとね、僕クレアちょっと打ち方のようわからんのすけど、これ悪ないでしょ。多分今ただハマらはっただけで109分の1。で今調整のあまりですわ、調整の。なんだっていい、なんだっていい。さあチャンス目、はい。はい、広角、また広角っぽい演出ね。当たってあかん、臭いな、デメがね。残念。やった、当たりました。おっしゃおっしゃおっしゃ、粋なこと。ボーナスちゃうかなと思うわけですよ、僕。あ、ボーナスちゃう、それはボーナスや。ビッグちゃうかなって思うんですね。とりあえず赤頭のレギュラーは蹴った。ほら見てみ、これ多い方や、ごっつい方のやつや。いっちゃん最後に狙おう思ってたやつや。いっちゃん最後に狙おうと思ってたやつです、これ。304枚、えらいやつ来ました。304枚やで、ほんまに。何でもええわ、演出なんかね。あ、これ適当に言って、なんかあのビッグは2回、ここは光ったらでんでんドンと、あの3連を最後引くみたいです。てかちょっと待って、これ627ゲーム、むちゃくちゃハマった後、これ304枚のえらい方出てきました。こういう時にだいたいミラクルが起きますから、 A タイプって来ますよ、鬼のような 波が。よし、来た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 。オッケーオッケーオッケー。なんか熱そうやで、もうこんなもん 100% やろ。よし、で広角的な、当たっててくれ、頼むぞ。はいはい、赤のこれはして、はい、レギュラーボーナスですね。レギュラーボーナス、まあいいよいいよいいよ、文句は言わない、文句は言わないです。はい、これがなりましたね。レギュラーは1回でいいみたいです。はい、オッケー。120ゲームで、レギュラーボーナスね。ということで49ゲーム、まあ、ロゴ V ロゴ出てましたからね。ヒーロー一発目 50%、 66% とかはね、しっかり勝たんとあかんねんけど、組み合わせきつ、きつ
うわ誰が出てきてもきつい。うわマジか。まあでも逆にやっぱ66番ありましたんで、最低でも復活期待しよう、なんなら復活期待しよう、チャンスと捉えよう、頼む、ぬない、107枚で終了です。ロゴもなし、単発か。うわこれね、何も引いてないのに麻雀行ったんですよ。これ麻雀外れて輸出に行くはずなんですけど、それがすげえ熱い。はい、期待度の高い演出から外れて輸出に行くときは結構期待度高いです。麻雀はね外れてるの見たことないんですよね。あークッピーです。ここに来て2連続天国でした。49、しかもこう早いとこ早いとこ、浅いとこ浅いとこですね。ありがてえ。あれえのきさん確か熱いぞ、出ることあるんですけど、あるんですけど帝王モードとかでも選ばれるんですよね。ジャックチェ、なんかこれキャラクターそのままあれなんですよ。例えば、まあ、道具地スペシャルやったら、道具地やったら道具地スペシャルがの示唆であったりだとか、青の背景でもで、えのきさんってなかなか出てこないんですよ。今出てきて、なんかこれ帝王モードの可能性もあるよと。でも帝王やったら熱いね。いや帝王やったら熱いっすね。え俺これ多分、はい、これさすがに直撃だわ。えマジっすか。いや何ゲームですか今。163。うわ変なところ。いや何もなかった全然で、今その弱チャンス目でエース行って、はい、そのエース中に強チャンス目引いたの。あでその直後、あらこれは、え、俺衝撃ってどういう出方をするのか分かんない。でも、それっす。だよね。はい。いやラッキー、超ラッキーだこれ。しかもいいゲーム数で、おそらくこれは直撃だと思います。さっきさん、これも出てきたよ。ヒロさん、いやこれは弱いな。道口エノキがもうね、肩の4番人気。さあスタート。おお出た出た出た。さあチャンスアップ。本当さあトップは現在1号艇の内側ランキングはない。おっと第2ターンマーク。さあチャンスアップで青でしたね。さあで次、さあここはない通常パターンで。
単発128枚でした。ロゴだけ中、右、さあ頼む頼む頼む、まあ、道口ここにいるからなくはない、なくはない、なんか一個チャンスアップ絡めば、まあ、ここで猪木じゃないとか、猪木じゃない、えのきや、頼むぞ、もうお、怒れ怒れ、おお、えのきに勝ちました。チャンスゾーンでです、ものにすれば手を戻る、はい、まあ、ほぼ懲罰みたいな感じですね。おめえいくつだ、年いくつだ、27です。5年後、はい、10年後、何になんだよ、帝王です。お前じゃない、本物帝王はお前じゃない、赤なれ赤なれ、いいよペラ、いいよいいよ、いよし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 、ペラ引けてるペラ引けてる、いや外れはよしじゃねえんだバカ野郎、聞くな変な声を聞くな。あ、引けてる大丈夫引けてる、今日チャンス目で決めろよ、ペラじゃなくてよ、頼むペラペラじゃねえかてめえこの野郎、頼む聞くな、変な話を聞くな、2ゲームある、2ゲームもあるから大丈夫、おらおおおおっしゃ、帝王になるんだ帝王になりますよっしゃー、弱点詰め、すごいね、あるわっす、で帝王モード行くと何が優遇されるの、はい、もう継続率が跳ね上がります。あ、ここで赤か、白赤なんで、まあこれっすね、駆け出し、よーし、あ、タコさん、お、これもしレインボーになったら帝王モードや、これ2セット目にやっぱ僕そうでしたわ、帝王モード選ばれてました、あ、僕グランドスラム確定です、ありがとうございます。これだからシナリオが帝王選ばれたとするのならば、帝王らしい無駄じゃねえかと思う方もいるかもしれませんが、そうじゃないんですよね、特化層突入率上がってますん でなおかつグランドスラム以降も、継続率優遇ですから、懲罰、これ8以降の話ですから、この懲罰は関係してくるのは乗せとく、ちょっと気緩んでるか、違うぞ、そうじゃない、そう決めるとこは決めよう、あ気持ちいい、あらららら、ら近く出ましたね、ここでチャンスボタン押して、これが多分 V チェーンの示唆なんかな、白絶対当たらねえと思った449で来ました、おじゃあ A で速いところっすよ、あ、これはまさしく、これはラッキー
まさしくいい挙動。負けてられる。お、赤背景3人。おお。で、緑ですね。ちょっと怖い。あーでもこれは大丈夫大丈夫大丈夫。えのき対青島が見たいな。オートダメ、マジか。おい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 、そんなことある？ねえ、これ全速で一回もオートとかないの？聞いたことないっすわ。救済ないの？救済聞いたことないっす。おお、ああ弱者詰めだ。なんとか形になった。50よし、55。ああ、ついに結構怖い組み合わせ終わったかもな。チャンスアップなし。来い。あー、やべー。あー、チャンスアップあったけど頼む。うわー、終わったかもな。よかった、復活、復活しました。よかった。おお、挑発。おお、赤玉、よし。うわー、怖えな。トップは現在3号艇。
あ、僕はちょっと終わるんで、すいません。態度ってもなんだろう。終わらせてもらいますよ。アイスコーヒーの1分でも買ってきて。すいません、自分先終わりますって。ちょっと待ってくださいよ。当たり前だろ、てめえ、このアロセメ。俺、過去2回満杯にめっちゃ貢献したじゃないですか。みんな3人で力合わせてんじゃねえかんな。じゃあ、お前、過去にその満杯、2回の満杯の前どうだったんだよ。いや、分かってますよ。綺麗に手洗って、アルコールで消毒して、缶コーヒーにも2本持ってきて、すいません、自分先上がりますって、お前、その前いいよ、パワーアロメ。いや、分かりますけど、なんでそこまでしてたんだろう。なるほど。はよ、回せよ。うるせえ、悪びれ、はい、というわけでね、まあ、あの魚拓さんもあおっしゃってますし、で、まあ、ちょっとこのね、クレアもだいぶ罠やったんでね、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さあ、終わっちゃいました。まあでも上出来っすね。13セット1741枚です。あ、引いたかもな。レア役引いてない。ロゴなしとやめますかね。2756枚でした。ロゴ出ましたけど、一応まあ一番多いとこまで戻したんで、まあこれやめとくか。2252枚なんで1700枚ぐらいプラス、1800枚ですね。お疲れ様でした。よっしゃ、よっしゃ。いや、ほんまに申し訳なかったです。すみませんでした。まあ攻めた結果だからね。いや、なんか二重人格なんすか。何がさっきの俺も忘れられへんぐらい面白かったんですけど、何あの怒鳴られたくだりか、はい、もう怒りすぎててじゃもうようあんなに暴言がブワーってマシンガンで。いや、怒れてないよ。やっぱそれぐらい勝ちたいのよ、みんながみんなあの初めがそうなの。だから1人凱旋行って負けちゃうのはしょうがないじゃん、はい、天井行って、はい、V だけで4年で終わっちゃいました、はい、いいけど、はい、それを悪いと思ってないんだよ。ああ、そうっすよね。いや、思ってますよ。まあ、申し訳ないです。ってなると多分ここで行ってこいです。これが1700枚ぐらいプラスなんで。すごい。買ったんすか。帝王はですねプラスの…ちょっと待って、どういうこと急に帝王は…うん、何言ってんの気持ち悪っ。帝王は約プラス1900枚でした。1900枚。あ、じゃあトータルで買ったんですか。いや、だからもう自分の分が ほぼまるっと浮いてます。いや、ありがとうございます。もうお二人様、ほんまにもう頭が上がらないですよ。もう俺はこれ冗談だけの話、はい、12回で切らないでどん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 行くの方がいいと思うんだけどね。まあ人数でも何でもいいんだけど、人数がもっと。ああ、なるほど。だから長引けば長引くほど埼玉スーパーアリーナで5000人ぐらいで牛2頭とか。というわけで、
まあ、あの今回、はい、お二人の活躍によってあのスイーツランクアップできましたので、ほんまにどうもありがとうございました。だし、まあ、ちょっと今後その伸びていくかもわからへんし、ちょっとまあどうなるかはまだ決まってはいないですけども、まあ、我々がやることはもうただ一つです。勝って勝って勝ちまくる、ね、誰が言ってんねんというわけで、また次回からも頑張りますんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。さよなら。